日本大阪府高槻市小袖小袖は、現大阪府高槻市内の地域。高槻市の丘陵部と平野部の境界の中央部に位置する。平安時代の伊勢め、農院防止院生の地であり、江戸時代から大正時代末期にかけての小袖焼きの生産地として知られる。旧小袖村は、西は真上村、西南部は上田辺村、南は高槻村、東は別所村、 安万村、北は成合村と接していた。小袖の旧村域は、現在、小袖町のほか、西隣の奥天神一丁目、天神町一丁目、二丁目、東隣の別所、本町、北隣の美しが丘、宮が谷町、南方の白梅町、八丁西町、高槻町、北園町、大学町、城北町などに区分されている。 不動67号線沿いにはマンションが立ち並ぶ。小袖村は古くから開けた農村で、旧村域の中央部から南部にかけての高地は、上理性に基づく地割りが行われている。1889年の町村合併により、岩手村に組み込まれ、1931年、他の四家村ともに高月町と合併した。主たる作物は、米で、酒米として、 福島屋灘へ移出された。副業として、ケシやタバコ、菜種、女中肉、ジキタリスなどが栽培されていた、旧村域南部の水田地帯は、国鉄高月駅と阪急高月市駅の中間に位置し、旧高月町期の阪急電鉄による宅地開発をきっかけとして、市内中心部の繁華街に組み込まれていった。 高度経済成長期以降には、旧村域の生園及び北部を占める、丘陵地などで大規模な宅地開発が行われ、また、旧村域の全域で、市街地化が進んでいる。大学高等学校小中学校原小粗部町を、校区に含む公立の小中学校は、以下の通り小粗部5丁目から分離して成立した、美しが丘、旧村域の一部を含む宮が、谷町、 別所本町も、両校の校区の一部を構成している。かつて旧小袖村、現小袖町を校区に含んでいた公立の小中学校は、以下の通り小袖の旧村域の一部を校区とする、公立の小中学校は、以下の通り天神町、奥天神町、白梅町八丁西町、高槻町、北園町、大学町、城北町へ土から対象期に至る、小袖焼は、 五十嵐家以外に釜も投稿もなく、小袖の名称は、他の焼き物のような投稿集団や釜の所在地を言うのではなく、五十嵐用の屋号のような役割を果たしていた。小袖焼き釜元の五十嵐家は、旧別所村との境に近い平信と丘陵部の境界に今日構え、上り釜は、五十嵐邸の裏手から東北方にかけての丘陵部に築かれ、五代釜元。 いがら信平の大正末年まで作刀が続けられた。上り釜の本体は昭和11年までは作刀可能な状態で維持され昭和20年代まで存在していた。いがら邸の門前に小袖ヘッツヤとの石碑や同志教育委員会による小袖釜との案内板が設置されている。昭和後期に入り寒川義隆によって1978年に 新たに開けようされた茶筒小袖焼きは川久保の地で開設されている。ありがとうございます。